パクスシリアーナ、またはパクスシリアーナとは、ラテン語で、シリアによる平和を意味するパクスロマーナをもじった、史学上の用語であり、西アジアにおける国際関係論にて用いられ、通常は近隣諸国、特にレバノンに影響を及ぼすためのシリアによる取り組みに関連する用語である。レバノン内戦が終結した1990年から、 レバノンの首相であったラフィーク・ハリーリーが暗殺される2005年まで、主にシリアが15年間にわたってレバノンを支配した時代を指してこう呼ばれる。パクス・シリアーナの背後にある考えは、オスマン帝国の分割やフランスによる移任統治を経たシリアが外交や軍事力を通じ、レバノンにおける平和を保障するために必要な同盟国であることにより、 アメリカ合衆国のための役割を獲得できるという点にある。その後1976年のタイム誌には、レバノン内戦の初期に停戦を強制しようとしたシリア側の努力に言及する記事が掲載された。近年では、1990年から2005年にかけて、レバノン国内の紛争が減少した時期を指すために用いられるが、大抵はその地域におけるシリアの派遣と、 軍事支配によるものとみなす。それはレバノン内戦鎮圧後の比較的穏やかな状態、すなわちシリアがレバノンを併合、または平和化する意図を有しているという示唆に重点を置いて使用される可能性もある。内戦で荒廃したベイルート市外シリア軍は1982年のレバノン戦争以来追放されていたベイルート西部に初めて侵攻し、 レバノン軍や警察と協力したおよそ500人のシリア兵がバリケードの撤去や民兵事務所の閉鎖、兵器の収集に当たった。しかし1987年2月中旬、今度はシリアの協力者とみなされていたレバノンのドゥルーズ派とレバノンのシーア派民兵の間でベールート西部における新たな一連の戦闘が勃発した。目撃者によると、 この戦闘はシリアが双方に供給したソビエト、連邦製の T-54 戦車を使った民兵との12年間の戦争の中で他に類を見ない激戦だったという5日間の戦闘で推定700人の犠牲者を出し西米ルートの大部分を火の海にしたシリアは米ルート西部の混乱を食い止めるための断固たる行動をとり1982年に イスラエルに追放されたレバノン地域における発見を再び課す機会を得た。2月22日になると、レバノン東部から2個旅団と1個大隊を編成して7500人の軍隊を派兵した。シリア軍はそのほとんどがベテランのコマンド部隊であり、約70の民兵事務所を閉鎖して民兵指揮官を逮捕し、武器の引匿場所を差し押さえた。その他、 幹線道路沿いやベイルート国際空港への部隊、展開、検問所の設置、街頭のパトロール部隊を派遣するなどをした。シリア軍は、ベイルートの秩序回復のために、武力行使を辞さず、その治安作戦の最初の2日間で、様々な民兵のレバノン人、約15人を射殺した。2月24日には、シーア派の拠点、バスタ地区に、 シリア軍のコマンド部隊を満載した十数台のトラックが入り、ヒズボラの本部であるファタラ兵舎を攻撃して18人のヒズボラ過激派を殺害した。4月中旬のシリア軍はベイルート南部に部隊を展開した。約100人のコマンド部隊はレバノン軍第6旅団の兵士らと共闘、ベイルートとレバノン南部を結ぶ戦略的な海岸道路沿いの要衝を占拠し、 イラ付近のアワリ側の橋を支配した。1987年半ばまでに、シリア軍は長期滞在のためベルートに長く止まったとみられる。レバノンの無秩序状態は、シリア当局から自国の安全保障にとって容認できないリスクと、みなされ、シリア政府としても必要であれば、ベルートを永久に占領する用意があるようであった。在レバノンのシリア軍司令官。 ガジカナーン巡省は、レバノンの民兵支配は終了したとし、シリアの介入は開放的だと述べ、シリアによるベイルート西部の無期限選挙をほのめかした。一方シリア当局者は、安定を確保するために数千人のシリア軍がベイルートにおそらく追加派兵されると示唆した。カナーンは、シリアが西ベイルートの外国大使館の安全に全責任を負うと宣言し、 大使らの帰国を進めた。彼はまた、レバノンのテロリストによって拘束されている、西側の人質の解放を保障するために、シリアが可能な限りの努力を果たすとも約束した。その後レバノンでは、1989年の台風強引にて、当事者間での停戦に向けた動きが進められるとともに、治安維持やイスラエルに対する牽制を名目とする、シリア軍の2年間に及ぶ中流。 そしてその後に中流延長を再協議する旨が定められた。しかし、当時のレバノン軍司令官、ミシェル・アウンは、このシリア軍支配に反発し、解放戦争を引き起こして、最後の攻戦を試みた。一年半にわたる戦闘後、彼の軍がシリア側に鎮圧されたことで、内戦は明日ともに終結した。レバノン独立から内戦勃発までの、 第一共和制に対し、パクスシリアーナ以降の政治体制は、第二共和制と呼称される。パクスシリアーナを創出したハーフィズ・アサド同じ頃、シリアの支援国であったソ連がペレストロイカを実行していたことから、西側陣営への接近を余儀なくされていたシリアは、イラクによるクウェート侵攻の後、アメリカに対しイラク攻撃を支援する約束を取り付けた。その見返りとして、 レバノン中流を黙認されたシリアはその後も引き続いて多くの部隊展開が可能となり解放戦争が終わった10月13日にレバノンに進軍しイスラエルが占領していた南部以外をほぼ手中に収めることができた。またテロ組織として名高いヒズボラもシリア側によって南部を除く地域にて武装解除と統制が進められたことや ルーホンラー・ホメーニーの死去と支援国であったイランの恩恵化による軍事、財政支援の停止、そしてイラン側がシリアによるヒズボラの支配を認めたことなどからレバノン国内の治安安定化が進展していった。政党として政治参加したヒズボラは反イスラエル路線を示すことで一定の支持を得ていった一方、シリア側は選挙への介入によってヒズボラの過度な対等を抑制した。 シリア統治期におけるレバノン政府の意思決定の多くはシリアの大統領であるハーフィズ・アル・アサドとその指示を受けたシリア軍によるものであった。シリア側はレバノン政治において擁立した多数の政党や宗派を超えた調整役を果たした一方、レバノンの政治からにもシリアとの関係進展を目指す動きが見られ、そうした政党が勢力を伸ばすようになった。このようにして、 ハフィーズ・アサド政権下では外して安定しながら推移したレバノン情勢だったが2000年にバッシャール・アサド政権が発足すると彼の意図によりレバノンの政党間で大きな格差が生じ2004年にはレバノンの大統領エミール・ラフードの人気延長をめぐってシリア支配に対するレバノン国内の不満が噴出したアサド大統領の代理人と呼ばれるほどの親シリア派であったラフードの 続投が決まると、首相のラフィーク・ハリー・リーはこの人事に反発し、野党政治からも反シリアデモを一斉に開始した。さらには、アメリカやフランス、サウジアラビアなども、国際連合安全保障理事会決議1559号を、通じて公正な大統領選挙や、民兵組織の完全武装解除を求め、シリアの内政干渉をとがめるようになった。 レバノン国内の緊張が増す中の2005年2月14日、ついに元首相のハリー・リーが暗殺され、これをシリア、または親シリア派の反抗とみなした、諸外国やレバノン国民がシリアを強く非難した。次の革命と呼ばれる、デモの発生を受けた、アサド政権はついに、シリア軍の撤兵を宣言し、4月26日までに撤収したことで15年にわたる、この時代は幕を閉じた。 その後のレバノンではヒズボラが台頭し始め2006年のイスラエルによる侵攻や親シリア派と反シリア派の対立劇化により再び内戦状態に陥ってしまった2005年にアメリカが制作した映画シリアナのタイトルはシンクタンクやロバート・ベアが用いたパクスシリアナという用語に明らかに着想を得ている映画の宣伝用資料によるとシリアナは 中東の仮想的再現性を表現するために、ワシントンのシンクタンクによって用いられるまさに実在する用語であり、ベアのシーノ・エビルを原作としている。2005年11月のワシントン・ポストとのオンラインディスカッションにて、同作の映画監督スティーブン・ギャアガンは、シリアナという用語を、自らの欲求に合うようあらゆる地域を作り変えたいという、人の永遠の希望を表す偉大な言葉と、 見なしていると述べた。ありがとうございます。